どうもこんにちは、タカです。今回もドラポ実況やっていきたいと思います。今回なんですけど、僕一人でコロシアムに挑戦してみたいと思います。まあ、いつもヒカルとマエスさんとやってるんですけど、ヒカルとマエスさんと僕で、3人で行くと、ちょっと結構戦力、まあ、エースリーグなんで戦力に差ができちゃうんで、今回は僕一人で挑戦してみたいと思います。ではでは、すぐ行きましょう。参戦。うわ、いきなり225レベルがある。これ相手225いくともう全然違うんですよね。ほっほっ、いってもだ。上2人が強い感じですね、どっちも。まああとは役で勝てるかどうか、一番大事、一番弱いなチームの中で。よし、まあまあ、行きましょう。役さえ勝てれば、勝てるんで。よろしく。よーも、敵対。ほうほうほう。相手は、エースに、フリドットとウィンディーネ、一体。エース、いきなりエース。ジャンヌ。ジャンヌに合わせたい。フェリドット来いよ。アンコさんは？あ、うんこさんは？おお、向こう、ストレート狙いかな？うん。お、13。13からの、あやとさん。11。あ、こっちもストレートか。あと12が欲しい。12が欲しい。頼むで、頼むで。11、俺が12、11しかない、やばい、まずい、12来い。こうなると辛い、13しか出すもんがない。まあまあ、これで、ベルフェゴールとギャンブラーが合体してくれるかもしれんけど、向こうのストレートが決まってしまう。頼む。基本ストレート以上じゃないと結構火力出ないんで、これがきつい、封印がきつい。おう、ミスった。よっしゃ、いったれ。ヘルグラットに運命を出す。3×3。あ、やっぱり、やっぱり、ストレート以上は欲しいですね。うん、まだまだ、今スコア4万3000対7万9000。まだ全然いける。フェリドット出すか？フェリドット出しましょうか？行ってこい、俺のエース！フェリドット。フェリドットが決まったら、うわ、向こう、ダブルエース。フェリドットからの、あやとさん。頼んます。7か。あんこさん、うん、 SS44 やばいぞやばいぞやばいぞ。いいです、大丈夫です。ここは、うん、やばい。711S きついぞ。ふわー、これはまずい、これはまずい。甘んじて、一回全滅させられるのもありですね。最悪。フルハウス。ウィンディーネの全体攻撃がやばそう。ゴー！全員。全員やられた。マジか。めちゃくちゃ強いな。いやいや、でもまだこの試合はここからっすね。まだいける。誰かや。サブターン。ええの来いよ。あやとさんが、一回全滅したら封印解けたんで、いい感じですね。お。8。打属性の名前忘れたけど。
強いやつ、ゴッド。レベル高そう。9。向こうはゴート8。向こうそらへんかったらいいのにな。5、6。あ、7来たらまずい。手札シャッフル。7が欲しいところ。あ、向こう7行った。からの、アンクス頼みます。5、7、来たー。これはもろた。向こうは9以外やったら、9か。あとは、カード勝負。カード勝負、相手225レベルおるから、どうなる？行ってくれ、頼む。よっしゃ、勝った。来たぞ、来たぞ。ホリックスター全体か。つえー、もう一丁倒してくれ。よしよしよし、なんとかなんとか。あ、それ、あー、きつい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 。くー、迎撃プラスダメージ、迎撃つけやがった。フォースさん、まだまだいい勝負してますね。梅干し大好きさんは何を出すのか。梅干し、梅干し、いったれいったれ梅干し。お、通る。ここは行け。うん、向こうは442。いいぞ、今んとこいいぞ。エース、あと13、13来い。あー、まずい。相手が4、3枚の2、1枚。あ、11か、11か。うわ、フルハウスや、フルハウス決まっとる。フラッシュか、こっちは。ただ全滅する可能性がちょっとだけある。こっから、ふぅ、行ったってください。クーさんとアヤトさん、おお、全体攻撃マジか。みんなの力か、来ました、ラストターン。まだ逆転は可能だと思いますね。逆転は可能。ベト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 。よし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 。相手の200レベル台を2人倒したら一気にポイントがっつり入ると思うんで、まだいけるはず。3。ここは、フェリーさん行っとくか。頼みます。5でもよかったな。大して変わらんか。大して変わらなそう。からの、お、向こうは、役が揃ってない。こっちも役が揃ってない。どうなる ?3 カードと2ペア。このハマ。全体か。あー、あやとさんがやられた、まずい。でもめっちゃ強いやん。めっちゃ強いやん。相手3カードであの強さ。マジかよ。うおー、負けたー。いやー、4。気合で僕が4揃える方がよかったっすね。うん。手札シャッフルして。ではでは、もう一戦、悔しんでいきたいと思います。いきます。参加。頼むぞ。結構チーム分けが大切かな。40です。225レベル。やっぱりエースリーグとなると225レベルが来ますね。
よし、次は勝ちたい。勝つぞ。俺は勝つ。まあ、結構僕のデッキ自体が結構、周り、ペリドットとかウィンディーネとか入ってるんで、周りに頼るっていうことが結構多いんで、合わせていくのが大事ですね、多分。うん。お願いします！よろしく！4つ。そう。相手は、こんな感じか。来ました、ドットさん。コロシアムとか、万能カードドット、ペリドット。相手は5。もうちょい、時間使ってから出した方がよかったな。結構後出しの方が有利なんで、できるだけ時間伸ばした方が有利ですよね、多分。コロシアムにおいて。40です。お、いいね。ラスト、マーサさん。来るか？来た！来ました。わーい。わーい。向こうはストレート狙い。よし、やれ。やったってくれ。フォレストランス。おう。なるほど。まあまあまあ、いいでしょう。シュレディンガー、威力アップ。今、打属性の子分がいない、打属性の子分欲しいな。千住が100レベルになって、スキルレベルが5になったんで、打属性の子分が欲しい。ただただ今そう思った。7万4000対4万5000。まだまだこっから。ここはさっき13と1ばっかり出とったから、スキル絶対発動ウィンディネ。うん、頼っていくスタイルで、補助スタイル、補助スタイル。お、6からのメリッサ。メリッサ3回攻撃。ぜひとも全体化してほしい。お、いいね。いいね、いいね。花の、ユージ頼む。ユージ。僕の友達にユージがおるから、ユージ頼む。ユージいいね、ユージ。ナイス、ユージ。最高、ユージ。俺の友達ユージじゃないよな。来た！来た！メリッサ。全体か。うわ、めっちゃメリッサ強い。やば。どんな強さしてんの？一回が1万9000くらい食らった。マジか。全滅。一回1万9000やば。まあ、このタイプに1万9000くらいだったかな。向こうは、水で攻撃したら強そうですね、うん、間違いない。炎が3人おる。こっちはペリドットやからキーか。周りが見えないんが結構わからないですね、うん、味方の弱点が見えないっていうのがなんとなくコロシアムで難しいとこですね。エースカードも見れない。シャッフルしとこうかな。そんなに、ドットさん。銃とかの方が良かったかな。基本、コロシアムはフルハウス以上の方がいいって聞いたコメントでもらったはずなんで、できるだけ狙っていく。1×9 お願いします。よし、来た。お、しかもウィンディーネ。これはあえて全滅必死かな。水タイプのレビアタンとマンモン先出たっけ。マンモン先出たらマンモンと合体する。お、体はマンモンも強いはず。あ、強っ。バリ強っ。あ、ダブル合体や。うわー、ひどい。ダブル合体絶対強すぎですよね、コロシアムで。えぐい強さしとるって絶対。
ダブルガッタイどこで手に入るんですかね。気になるな。めちゃくちゃ欲しい、ダブルガッタイ。僕もペリドットとウィンディーネ持ってるんで、ダブル合体したら、最高。今まで、一回倒すとはずない、もう一回、ボコボコにしちゃうっていう。反則級ですよね、ダブル合体。いいね、勝てそう。俺も10、100、1000、1万、10万、13万稼いど。13万稼いでる。ただこっちの防御は神装甲なんで、豊富なんで、この13万ポイントが向こうに流れるのが怖い。半分持ってかれるはずやから。1か10、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 1か10。よし、よし、3枚。1来たー、助かったー、危な。助かったー。ただ相手は4カード。フォーカー、ショットブレーカーがやばい。どれぐらいですか。うわー、オーバーヒート。単体でも強い。暗闇いいね、暗闇。第5ターンに向けて暗闇、ナイス暗闇。最後何行こう、何行くか。7行っとこう。7頼みます。ベッド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 。やっぱり一度やられると結構痛い。手札シャッフル。どうなる。13からの相手は、相手やばいぞ。ストレートフラッシュなる。それだけは避けたい。12く、相手のカードが気になる。どっちかっていうとこっちは11が来たら、よっしゃ、避けた。来た。しかも勝ちですね。これ勝ちましたね。勝利。ストレートでヤクも勝ってる。ウィンバイナンバーベアタック。7いったれ。うわ、そんな効かへん。そんなもんなんか。おお、強い。うん、よし、なんとか勝利することができました。エースリーグ昨日やったところ4戦3勝で結構調子いいですね。うん、4戦3勝。今日は2戦1勝。一番上の人が獲得 BP41 万。一番上の人やばいな。41万ってえぐ。一回も死んねえんやろな。7位。というわけで、今回のドラポ実況は、一人でソロでコロシアムに挑戦してみました。まあ一戦一勝したんで、まあいいかなって感じですかね。できれば5割超えたいんですけど、もうちょっとレベル上げる必要があるかなーっていうのがまあありますね。はい、では今回のドラポ実況はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。